ナナチャンネル始まるよ。今日はですね、シードのアイコフレワンデーのリッチメイクが届いたのでレビューしたいと思います。直径も 14mm と小さめで、レンズコブは 8.7 になってます。私は土入りを買ったんですけれど、こんな感じで 0.75 のものを買いました。こういう風にレンズみたいな柄が入っていて、ちょっと変わってるなと思いました。今つけてるんですけど、すごくナチュラルな感じでずれにくい印象ですね。すっぴんでも浮かないようなナチュラルな感じなのかなって思いました。10枚入りで楽天で700円くらいになってました。で、これちょっと可愛いなと思ったのが、こう開けてここを見ると見えますか？幸せを運ぶようにってプリントがされてます。なんかこういうのちょっと嬉しいですよね。可愛いなって思いました。これもね、ナチュラルに使えるし、普段のメイクでも浮かないので、ちょっと常備しておきたいからこんななっていう風に思いました。普段使っているのは 14.5mm なので、すっぴんの時ちょっと浮いちゃうかなっていうのもあるんですけど、これだったら浮かないで使えるなって思いました。10枚で600いくらだったらすごくコスパも高いし、ちょっとまとめ買いしておこうかなって思ってます。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画を楽しんでくださった方は、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。